こんばんは。ねえ、寒いね、ほんとに。冬みたいな服着てるもん。冬に着るやつだよ、これ。前髪切ってないよ。一応言うとくじゃないよ。切ってないんだな。こんばんは。私服じゃない。結構前からね。残業あり？お疲れ様。お疲れ様です。残業。寒いね、本当に。秋ないじゃん、こんなの。ねえ、秋ないじゃん。こんばんは。昨日の公演もありがとうございました。こちらこそ。あ、今日誕生日。おめでとうございます。すごい、ちょうど今日ショールームできてよかった。おめでとう。おめでとう。今日もいます。ゆりて、私ももうすぐ もうすぐじゃないか、誕生日。ほら、ありがとうございます。アイスケーキ。寒いよね、絶対アイスケーキ食べたら。おお、本当だ。二人もいる。ありがとうございます。二人もいるね。ん？二人？おめでとう。トーク会でもないのに、あんなにすさの。めっちゃ喋った、確かに。お手紙緊張したよ、めちゃめちゃ。震えてたからね、声。なんか、内容でも結構泣きそうになっちゃったんだけど、普通に緊張でも震えてて、もうダブルでやばかった。ガクガクだった。あ、花束ありがとうございます。ほんと、昨日の公演は、素晴らしくいろんなことがありまして、めちゃめちゃ私の個人の、あれなんですけど、すごいね、いろいろあって、もちろんね、もうそんな、まあ、手紙も緊張しました。そう、手紙も緊張したし、あの頃ね、初披露だったので、あの頃も大丈夫かなっていう不安もあったんだけど、そう、そうそうそう、あの頃どうでした？あの頃の君を見つけた。めっちゃね、不安だった、すごい。大丈夫か心配だったんだけど。ね、私たちも新鮮でした。なんか自分たちが踊るんだっていう。新鮮だった。楽しかった。好き。めっちゃ好きなんですよね、あの曲。
めっちゃ好き。なんか踊りも可愛いし、そう好きですめっちゃ。だから踊っててすごい楽しくて、緊張もあったからね、めっちゃあっという間だったあの一曲。ハートありがとうございます。そう、何があったかってね、まあまああの頃でもあの頃ぐらいかな、あれなんですよ、その日に、その日にじゃない、その公演中に私あの足つって、実は多分あの頃の君を見つけたぐらいかな、ピノキオ軍はね大丈夫だった気がする、あの頃の君を見つけたで、あの右ふくらはぎをつっててもう一人でねめっちゃ焦ったの、あの時どうしようと思って、私なんかあの終わった後に思ったんだけど、あそれ私結構釣りやすいわと思って、そう私なんかたまに釣るんですよ。でもね記憶あるのね中学とかなんだよね最後。いや DMM 見ても分かんない、もう足元だけはもうどうしても動かないと思って、手だけとりあえずあの一番やろうと思って、実はねあの最後の方私ね釣ってるから、あの申し訳ないんですけど足に意識がいってるかもしれないですね。そう一度ねそう釣ったところでね多分癖になっちゃうから本当に怖いんだけど、多分ね何も痛くない、もう昨日そのあの頃で痛くなったから痛くないから大丈夫だと思うんだけど、そう途中でつまずいてなかった、そう昨日つまずいちゃったのね、多分左、私たちから見て左のファンの方にはバレてる左のみきちゃんファンの方にはバレてるんだけど、そうそれでやったんだよね多分それでやっちゃったんだよね、本当に気をつけないとですね。昨日は本当にねいろいろあってびっくりしちゃった。来る前触れ？なん、わかんない。もう急に来たかな？やばいってなって。そう、履けようか悩んだけど。あ、待って、生誕祭だと思って。生誕祭で、一回足を落ち着かせたらいいかもと思ったら。そこでね、落ち着かせたらね、ウィーアーは、なんとか大丈夫でした。怖いね、ちょっと初めてだったから怖かった、ね、結構すごい恥ずかしい、恥ずかしかった、あの時いたみきちゃんのあのファンの方とかに絶対見られたと思ってもう恥ずかしい、本当につまずいたところ見られちゃって、初めてでした、あんなつまずいたっていうか、あのこう釣る前にね、釣る前に一回つまずいてるんですよ私昨日の公演で滑った、お尻はついてないけど滑りそうになった、本当に あアーカイブで多分映ってないと思う、歌ありのとこしか映ってないから目の前なのに気づかなかったん、逆側だったのかな、もしかしたら。びっくりしちゃったそう昨日はね、ハプニングがいっぱいありました。上手先端より、嘘、あれ意外とバレてない、いやいやいや結構盛大にね、盛大にやらかしてたんだけどね
昨日ハートありがとうございます。もちろんねストレッチは毎回やってます。毎回やってるし、なんかストレッチしないと結構私危ないみたいな、なんかね、何だったかな、なんかで言われたんだよ、ストレッチした方がいいみたいな。だからストレッチは人より入念にやってるつもりだったんだけど、全然釣りましたね。久しぶり。体はね柔らかい方だと思います。うん、硬くはないはず。柔らかくなった。昔は硬かったけど、めちゃ硬かった。いや、まあでもバレてんだよねバレてる人いるからな。いや絶対バレちゃった。そうね、その後もう渚でさ、上手の方ばっかだから恥ずかしくて恥ずかしくて、わあ見られたと思ってまあ、ね、めったにないので多分もうないように頑張るので、レアですね。なんかね、前は引きずってたの。なんかめっちゃね、青春ガールズの時とか本当に最初ら辺の公演はもう間違えたらめっちゃ引きずるタイプだったけど、そこは変わりましたね。そこはね、ポジティブっていうか、引きずってもさ、ね、引きずりすぎても良くないなと思って、もちろん反省はして、ちゃんとね、うまいことこう流すようにしました。ノー反省。いや、グラインガっぽい。すごい、踊れるようになってきた。すごい、見せてください、ぜひ。ありがとうございます。またねっていうお話でしたでもね、本当に楽しかったです、ゆきちゃんの生誕祭。昨日ね、生誕 T 着てってたんですよ、もう家からその上から上着羽織って、生誕 T 着てました、ずっと一日中。リハも生誕 T でやって、そう、まあ実質ファンの方と同じような生活してましたね昨日すごい、ディスプレイもめっちゃ可愛かった。お花もめっちゃ可愛かったし、なんかでも自分の番来たら緊張しますね絶対。あ、そう、生誕的に切り替えました。あ、おう、ぜひ一緒に行きましょう。
ウェルカムボードね、いいよねあれ。書きたいなあれ自分で書きたい。レインボースターありがとうございます。矢吹奈子さん、矢吹奈子さんめっちゃ好きです。なんかね、真ん中の方だけひまわりがねちょっと違ったんだよね。おしゃれだった。そう、差し入れもくれてね、みきちゃん。そうなの、お菓子の差し入れくれて、こっちがお祝いする側なのにねすごい、差し入れまでいただいちゃって。そう、書きたい、自分が書きたい、なんかみんなで書きたい。ウェルカムモード、ねえ、セーターティーどうなんだろうね、間に合わないかな、どうなんだろう。間に合ったら本当に即着たい。誕生日もクリスマスも12月でホールケーキ食べるの。私の家はどっちも毎年ちゃんとお祝いっていうかあれしてますね。あ、こんばんは。そうそう、なんかメンバーの写真ね、そうそうそう、飾ってあるみたい、なんか全身の写真みたい。キーマフラペチーノの感想知りたい？めっちゃ美味しかった、めっちゃ美味しかったのそれしか言わないし待って待って、めっちゃ美味しかった、うん、芋って感じ。でもさ、明日からさ、またなんか出るんだよね、知ってる？みんな明日から芋のなんかハロウィンみたいな、なんかなんだったかな、チョコレートがどうちゃらって書いてあった、芋とチョコレートがあるみたいな、なんか明日出るって。おいしい、ありがとうございます。なんか焼き芋っていう以外感想出てこそう、焼き芋の芋の違うシリーズみたいな出るらしいですね。また飲みに行かなきゃ。そう、スタバで出るんだって。ね、かぼちゃ、確かに、あれスタバのかぼちゃのスコーンが、そう、かぼちゃのスコーンをみきちゃんがめっちゃね美味しいって言ってて、それで私も食べたんですよこの前。めっちゃ美味しかったの、かぼちゃのスコーンっていう商品があるんですけど、めっちゃ美味しかったから、かぼちゃ好きな方おすすめです。なんかシナモンとかも入ってるっぽいかな、そういうのが好きな方はめっちゃおすすめ。あー、そっか、てか本当にさ、ドリンクの作り方覚えるのめっちゃ大変だよね。私もさ、バイトしてた時にさ、コーヒーとか以外にもちょっとそういう作るのがあったの、メニューの中で。こう、なんだろう、こうスタバみたいに、何あれ、ミキサーみたいなのでガーってやるやつがあって、私もねそれ覚えるのめっちゃ苦手で、なんかたまになんか連続でやってたら覚えてんだけど、1週間ぶりとかでバイト入ると忘れてんだよね。そう、忘れてるから、やばいやばいみたいな、でも急いでメモからこうやって出して
そう出したりとか、そうそうしてましたね。だから本当にスタバの方はマジですごいと思うなんか自分はそんなそこまでメニューはなかったの。メインがさドリンクじゃない、でなんかドリンクメインって感じじゃないかな。そうだけどスタバってもうドリンクめっちゃあるからさやばいよね。だってしかもさなんか早く作んないとこうめっちゃ並ぶじゃん、スタバ人気だから。だから早く作んないといけないしみたいな、やばそう、めっちゃ大変そうね。でもさ、そうそう間違えて商品出るってないじゃん、ちゃんと正確に作ってるしさ。でも早いじゃんスピードとか、すごいよね。ハートありがとうございます。マニュアル本はあったよ、マニュアル本はもちろんある、あった。ハートありがとうございます。わあ、そっかドライブスルーやばいね、ドライブスルーやばいドライブスルーやばいな。そうだよね、カスタムとかされたらさめっちゃ大変じゃない。何々に変更でなんとか追加でみたいな、申し訳なくなってくるもんねこっちはさカスタムしちゃう側だからさ、すごいなー。マークで社員やちく家まで届けたの、届けるのも大変だね。今日はねフルーツティーなんですよ。最近お母さんとハマってる、見せるのはやめよう、ね、見せるのはやめよう、名前は言うけどあのボスのねフルーツティーがめっちゃ美味しいの。それが好きで今日お母さん買ってきてくれて飲んでます。ぜひスーパーとかにあるかな。そうそうそう、太いペットボトルのやつ、いつもなんかコーヒーとかカフェラテとかなんか入ってるやつのフルーツティーのやつか、すごい美味しいです。コンビニにもある。幕張で飲んだ、寒いからホットじゃない常温、おすすめです。待って、前白反対なんだけどえ、びっくりした今、なんかさ肩の位置違くねと思ったら前白反対できてた嘘、まあいっか、あのここに文字が書いてあるか書いてないかの違いだから、いやあ、ありがとうございます。なんか首詰まってんなと思ってたら逆なんだけど本当に逆だよ、ちょっと見せれないわ。なんか絶対肩の位置違うと思ったんだよ。あ、そうワッフルシャツ、すごい天才。これあれだからね、一日で今日これで過ごしてないからね、家帰ってあの着替えてからもう一回これ着替えてるからねこれで今日一日過ごしてないですから安心してください。うん、次は3時31分、そうくらいが楽しみ、あー楽しみ、ありがとうございます。
今日一日ワッフルじゃないよ、違う違う、みんなこれで一日過ごすのはやばいやばい、これ過ごすのやばい。これでも外出してません。あ、そうそう、トーク会さ、そう、あの31日、完売ありがとうございます。本当に、いやー本当になんかすごい、あのちょっと皆さんがね、皆さんに楽しんでいただけるような、あの楽しんでいただけるように私も頑張ります。本当にありがとうございます、感謝です。本当に、すごいね、こういう時期だからなかなか難しい方も多いと思うんですけど、ありがとうございます本当に。ね、あの2日間とも楽しみにしててください。30日も31日も楽しみにしてね。あ、みんな配信してんだ今、イエーイイエーイ。今日ね、そうがっつりメイクしてるみたい。あ、今日公園の髪型みたいなのしてます。公園の髪型と同じ。でもいけないよって方は画像待っててください、いっぱい撮ります。あ、両日行きます、待ってます。いや、いいよ、私服でも全然いいですよ皆さん皆さんはねあ、しげんさんこんばんは。皆さん見るの大変だね、5人分。しげんさんありがとうございます。ね、グループトークね、誰になる、誰、どの先輩と一緒になるのか楽しみですね。私たちも分かりません。嘘はすぐにバレますよ皆さん。そう、みんなと同じタイミングで死ぬよ。そうだから私たちもねドキドキなんですよ。何日前ぐらい、2日前、3日前ぐらいかな、大体出る4日前、5日前、それぐらい。今度はグループトーク緊張しないし、でも私もねグループトーク緊張してるからね、私も緊張します。だからお互い緊張してるから大丈夫緊張しちゃう。嬉しい、笑顔やパフォーマンス見て元気出る、ありがとう、わあ嬉しい、ありがとうございます。
かわいい、ありがとうございます。ぜひ皆さんグループトークも遊びに来てくださいね、お時間が合えば。あ、そうだ、あれですね、プレゼントをいただいたんですよ。それを紹介したかった。突然のプレゼント紹介、2個いただいたので。いるかな、でじゃーん、これロンティーです。この前ロンティーの話してたからかな。これ紫のかわいいロンティーをいただきました。しかもね、スナイデルなんだよねこれ。私スナイデル大好きなの、服屋さんなんですけど、スナイデルっていう服屋さんがあって、そう、スナイデルのロンティー嬉しい。ロンティー全然持ってないから。あ、帽子ありがとうございます。スナイデル、あ、カートカートコバーンって言うんですか、それ私分かんなかったんだけど、なんかね多分コラボしてるっぽいんだよね何かと。カートコバーンっていうブランドかな、ちょっと後で調べよう。コラボのロンティーをいただきました。そう、もうミキちゃんの色って感じだよね、ザミキちゃんの色。いきますね、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。嬉しい、多分いるっぽいから大丈夫。バンドのリーダーの方、あ、そうなんだ、のなお名前ってこと。すごい、なんかバンド、バンドってことでいいですか。私もあ水黄色あるかな、水黄色のロンティーあるかな。いや、もうねロンティーの季節になったので、結構みんな知ってるっぽい。そうなんだ。あとね、もう一個違う方なんですけど、あのミーミッキーミオの3人にね箸をくれたんです。見て、でもねなんかあれでね、なんかいろいろあってミーになっちゃったみたいな可愛くないこれ、本当ありがとうございます。ミーってなってんの、めっちゃ可愛くない。これミッフィーですね。ミッフィーのさ、この桜キッチンってさ京都で見たことあるんだけど、京都で買ったのかな、
2位。かわいい。私の家本当に箸バラバラになっちゃうので、本当この子だけはバラバラにならないように頑張ります。いるかな、私の方では名前わかるので。ありがとうございます。みよたんの、みよたんのファンの方かな。みよたんのファンの方ですね。ああ、いたいた、よかったよかった。全然、逆になんか可愛い、みーって可愛くない、みーって伸ばすの。やばい、鼻してきた。ありがとうございます。これでご飯食べよう。ありがとう。以上、拍手。ああ。ありがとうございました。あ、お化け。拍手ありがとうございます。ありがとうございます。お箸ってバラバラになりません？私の家だけ。私色違いならね、オッケーにしてる。同じ形の色違いならオッケーにしてる。あ、お猿だ。ありがとうございます。あ、アーシーウェイト止まった。本当に？どうでした？私わかんない。行ったことないけど。すごいよね。一面 SKE だ。同じ形やね、許しちゃう。同じ形だったら許しちゃう。いつも何色の箸なの？あれ、ベージュ？ベージュかな。給食とかは、あれ、お弁当の時はちゃんと別の箸だから、お弁当だったらそれはね、ちゃんとして。AB 型の性格、全部 AB 型の性格って言ったらね、そうなっちゃう。本当 AB 型ってよくわかんない性格してますからね。わかんない、私だけかもしれないけど、勝手に私はそう思ってます。 AB 型の人はよくわかんない、謎って、自分でも多分よくわかってないって思ってます。サイン入りのやつももらえるのかな。
くりした AB 型の人って着替えます。いや私だい何型と着替えんだろう、わかんないわかんないな。多分 AB は AB 理解できるんだけど、他の方からして多分理解できないんだと本当にね、おかしな、おかしいなって言ったら変だけど、自分でも思う。落ち着いているというか自分をなんちゃらで見ている感じがする。漢字が読めない漢字が読めない。何で見てるんだ。AB と B が合うの。どうなんだろうね。俯瞰で見てる。俯瞰ってどういう意味だろうやばいね、国語の勉強しなきゃ。ああそういうことね、客観的みたいな感じ。なるほど。わあすごい意味が今すごいやっとわかった。なるほどね、そうなのかな、わかんない、自分じゃよくわかんない。いやお姉ちゃんと仲良しって多分ね、今やっとこう大人になって仲良しになったから、昔は全然仲良し、喧嘩ばっかしたから、これは多分年齢の問題なんだよなだからね、あんま B 型関係ない気がする、わかんないけど、完全にね気持ちが大人になったっていうだけな。本当に昔喧嘩ばっかりだったんでね。でもどうなんだろうね、難しいね。ハートありがとうございます。もう最近は喧嘩しないな、本当に。
よかった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 。今日まつげをねめっちゃ上げたから目からまつげが見える。あ、ワクチン打ち終わりました皆さん。拍手。いやー注射大丈夫です。あの全然ね大丈夫だった。うん、もう大丈夫かもしれないって言ってるとね、なんか血液検査とかでやばそうなんだけどそう終わりました、無事。まだわかんないけど、ね、今のところねちょっと痛いか、ちょっと痛いながら、わかんの、わかんないまだほんとにめっちゃ熱出た？そっか、怖いね。次の日やばい？明日やばいかな？明日やばいかもしんない。ほんとに？なんか前回何もなかったからさ、何もない気でいるんだけどさ。頑張った。ありがとうございます。褒められた、注射して褒められた。でも私本当に熱出るっていう感覚忘れちゃったから、体調悪いっていう感覚がここ数年覚えてないから怖いな。あ、どっちともなかった？やっぱそういう人もいるの？いるよね。辛かった。明日だね、明日。なんか明日なんか元気そうなメール来たら、あ、元気だって思ってください明日の1個目のメールがいつも通りだったら、多分いつも通りで。かっこいい、ありがとうございます。レインボーさんありがとうございます。元気なさそうな目で来たら怖い確かに。いやでも大丈夫だけど、大丈夫だと思うけど、温度計の写真でそれ OK されるかな。やめてくださいって言われちゃうかもしれない。腕上がんないはね、多分絶対あると思うんだけど、まあ、腕上がんないくらい私はもう全然大丈夫です。問題はね熱とか怖いよね、やっぱ。熱が出るとか、朝早いメール来たら心配それ絶対あれじゃん、体調悪くて起きちゃったってやつだよね確かに打ってからだいぶ経った。いやそんな経ってないですね。今のところはね、ほんと腕が痛いだけです。
確かに夜中に熱出るのピエンだ。だから熱出そうと思ったら出そうだから、それは考えないとかね。え、田辺さんのストーリーに、え、なんだろう、教えてください皆さん教えて。ほんとね、思い込みダメだからね。嬉しい、なんか嬉しい。田辺さんとね話したい、話したかったんだけど、なかなかね話せるタイミングがなくてね、まだね全然話せてないんですよ。そうなの、日本館 MC の時も、この前の日本館 MC、 いつだったっけ、あ、そうだ、この前の時は写真撮ってもらいましたね。ちょっとどこかでお話できたらいいな。トトイありがとうございます。そう、地球ゴミ探し回ったのそう、田辺さんと一緒にマジでずっと歩いてた。行きたい焼き芋屋さん。どういうきっかけで、どういうきっかけだったっけな。あ、なんか学、あれ学屋、なんか部屋でこう部屋で喋ってたんですよね確か。それがきっかけかな。たまたまそう話す機会があって、その時に話させていただいてからかな。うん、でもこの前私見つけたんですよ。そう、地球外見つけたの、カルディでカルディで見つけたの。そうだ、あ、今売ってるって思ったの。前はね、なかったの、カルディにずっと探してたんだけど、この前そうだ見つけた。うん、ちょっとまた買いに行きたいと思います。買いに行く。
その時さ、あの急いでたんだよね。カルディに行ったはいいものの、だからああると思ってそのままバーって行っちゃった。この前6個で1000円、え6個で1000円って高い、え高いよね、高いよね。えいろんな値段あるのか、え見間違いかな、でもワンチャン見間違いの可能性もある。なんか帰り際になんかね出口付近ぐらいのところでパッて見たんだよね。でパッて見てあ地球海あるってなんか思った記憶はあるけど、同じ名前の違うグミって可能性もワンチャンあるんだよね。確かに、あるわ。ちゃんと見てないもん私、こう手に取って見たわけじゃないから、やばい違うかもしれない、違うかもしれない。河川なんかいっぱいありそうだね。確かに、ああるんだ、黄色もあるの、へえ。取ってなかったんだよね。うん、ちょっと次見つけたらちゃんと帰って買います。なあ在庫なくなってた？やっぱみん人気だね、人気収まんないじゃん全然。すごいね地球グミ、そんなびっくりだよね作ってる人、こんなバズるとは。あ、宇宙グミなんだ、へえ。え待って明日前、え嘘でしょ、マイナス1度本当に、ガチですか。明日はねゆっくりしないと。ゆっくりしないと、副反応が怖いから。ゆっくりしないと。びっくりした、二人違うよね。びっくりしたじゃん。目玉グミ、あーなるほどね、なんかあったかもな目玉。19も寒いよね多分、19度。こたつ持ってない、家にない。フォローしました、ありがとうございます。明日も半袖で出勤、本当に？絶対寒いって、絶対寒いよ半袖は。見たことない、見てない最近半袖の人、今日一回も見てない。次の回は日曜日ですね、リカちゃん生誕祭です。あ毛布出した、毛布で寝てます。なんか昨日お母さんによると、あのすっごいぐっすり眠ってたみたいです私。めっちゃぐっすり眠ってたらしい。今日もね割と朝早かったんですよ。そうそう、だからねめっちゃね、あの
家帰ってきた時めっちゃ眠かった。今はちょっと冷めたけど、ここ最近結構ずっと早起きというか、うん、割と早かったですね。なんかバーっていろいろあったって感じ。なんか遠くがいいとか公園とか、今日まで結構なんか詰まってた感じ、いっぱいいろいろ、とても充実した日々でしたね。あ、パチパチありがとうございます。いや途中では目覚めないけど、なんだろう、もうめっちゃすぐ寝た、秒で寝たし、そう、布団の中に、いつもねちょっとなんか YouTube 見たりとかしてるんだけど、そう、ちょっと朝メールね、明日はどうだろうね、何してるかな朝。そうそう、トーク会も泊まりだったから、今日までで人だらけかな、とりあえず。うん、夢めっちゃ見るよ、めっちゃ見る。この前はね、最近覚えてるのはなんか猫を助けた夢見ました。そう、猫助けた夢見て、猫になんか鰹節かなんかをあげたら、もうこんなちっちゃい猫だったのに急にでっかくなってっていう夢を見ましたね。意味のわからない夢ですね。そう、猫だったんだよ。そうで、めっちゃ濃い夢見たんだけど、濃い夢見て、そう、猫、夢見たから浅かったかな夢天一の LINE ってどれぐらいのペースで動くの？毎日ぐらい、ほぼ毎日、なんかかんかは動いてる気がする、多分。うん、結構な確率で動いてます。え、メンバーが夢に出てきて、あーいいね。メンバーはあんまり出ないかもしれないし、メンバー出るのあんまないかもな。ありがとうございます、こんばんは。誕生日メールの写真が変わってた。そうです、変えました。いつぐらいかな、ちょっと前から変えましたね。あの、正式にはあのー急速に変えましたなんて言ったんだろう、うん、急速に変えたって感じ。拍手ありがとうございます。皆さん次の誕生日を楽しみに、楽しみにって、そんな素晴らしいものでは何もないんですけど、
はい、気になる方はお誕生日まで我慢してください。バレたバレた。こういうことね、正直に言っちゃうんですよね。あ、クマありがとうございます。今何時ですか？この部屋時計がないんです。55分ありがとうございます。じゃあ、あと少しやろうかな。こんばんは。ではなんとなく1時間ぐらい経ったかなとは思いました。体内時計。ああ、キンパいいな。キンパ食べ。こんばんは。一人鍋です。私は一人でご飯食べるときは何かつけますね。 YouTube とかなんかつけて食べ。長屋も韓国チキンとかの店置いてる。あー、確かに。でも韓国料理本当に好きだから食べたい韓国料理。まあ、でもこの前食べたんだけどね。韓国料理、韓国料理食べたいな。チーズボールがね、やっぱ好きですね。チーズボールめっちゃ美味しい。食べたことありますか皆さん、チーズボール。
チーズボール美味しいから食べてみて食べてみてほしい。知らない？ググロググロ、グーグル先生。あるよお店、なんかね普通に韓国料理屋さんのチーズボールが美味しいと思う。なんだろうな、チーズボール、なんか周りがなんかね甘い、なんだろうな、甘じょっぱい、なんて言ったらいいんだろうね、チーズボールって。周りはなんか生地、うん、チーズが中に入ってるけど、周りはこうなんだ、小麦粉のそう衣みたいな、なんかホットケーキじゃないなんていうの、ホットケーキじゃないな、なんだろう、ドーナツじゃないな、ドーナツは言い過ぎだけど、衣は言いなさすぎって感じの間みたいなのがなんかこう周りにあって、なんかがチーズって感じ。そっ、うん、確かにアメリカンドッグは行き過ぎだけどみたいな感じ。そう、そういうのがあるんですよね。ほんとに T シャツ裏返しが気になりすぎてさ痛い、あ、結構腕が痛くなってきました。美味しいんだよチーズボール。あー確かに、あのお家で作ってる方も結構いるか。パラありがとうございます。冷食あるの知らなかった、ね、忘れた頃にいたくないここにタグあるもん、タガールタガール、バレちゃう。おいしい、かわいい、ありがとうございます。まあ境をしに行ったら何でもありますよ、何でもある。そこまで詰まったやつじゃないから大丈夫。東京行ったら何でもある、確かにそういう言い方で言っちゃった、今のはちょっと違いますね。何でもあるって言ったら怒られちゃう。全然背中も首詰まってますよ、全然背中ここ全然ですキンテスパースリーススイートポテト、なこの前だいぶ前にミキちゃんと話した気がする。今週の土曜日 ?23、 もう覚えてる、めっちゃ覚えてる、23日って、10月23、なんか日にち覚えちゃう。夜ご飯まだだから最後の話したらお腹すいた。お腹すくね。
チーズボールなんてもうお腹空いちゃうよ。え、嘘、すごい音した、ごめんなさい、段ボール触ってた。入ってるんだこの音。あ、段ボール遊んでたら入っちゃった音。これって遊んでたんですよ。これ癖でなんかやっちゃう。これも段ボールの音。ダンボール、そうそう、遠く会の、そうそうそう、遠く会の目の前にあるやつ。違いますよ、そのダンボール。本当に手遊びしてんの割と聞こえてるよ、バレてる、手遊びしてる。なんかやりたくなっちゃうんですよね、話しながらさ。なんかこう言ってやりたくなっちゃうの、リップ触ったり、なんかダンボール触ったり。今バレてる、やばいやばい、ショールーム怖い。ショールーム怖いな、全部音拾われてる。変わってない？本当にどうなんだろう、わかんない。変わってないのかな、変わってるのかな。やっちゃう？みんなもやっちゃう？ならいいや。みんなもやるならいいや。どなりになった？話すスタンスは全然変わってない？まあ中身は変わんないもんね。外見はさ、まあメイクとか、まああの時よりはメイクする回数も多くなったからさ、その分ね、いろいろメイク研究とかしてるけど、中身は変わんないですね。いやでもまだ全然私は垢抜けてはないと思います。イカゲーム見てない、私。イカゲーム見たって、イカゲームっていう言葉を言われると本当にイカしか頭に思い浮かばなくて、あのなんか本当にイカの絵がポンって出てきちゃうんだよね。ごめんね、うるさかったね、ダンボールの音、ごめんなさい。あ、そうそう、そういうイカ、そう、スプラトゥーン的なね、なんかマリオカートみたいなイカしか出てこない。そう、でも全く関係ないんだよね、イカ。なんかね、なんとなく内容、あらすじはね、聞いたことある。イカ関係ない、イカゲーム多分よくわかんないけど、結構あれだよね、怖い系、怖いっぽい、なんかなんだろうね、結構ハラハラ系じゃない、ハラハラドキドキ。プラトゥーンはね、一時期ハマってたけど、今全然やってない。本当に声とか飽き性なんだよね、やっぱホラー系なんだ。
ゲーム全然しないんだよね。ゲームしない。昔はまあポケモンとか DS はもう毎回買ってたけど、今は何もしてない。お姉ちゃんのお菓子してますね。ずっとポケモンやってる。お姉ちゃんだからポケモンのあの音だけは家の中に流れてます。めっちゃあのポケモンゲットした時の音は流れてる。流れたら歌うって感じ。そう、今日大富豪してたんですよ。待って待って、2年前のやつ同時視聴してるの恥ずかしい恥ずかしい。それはそう、今日大富豪めっちゃやってたよ。めっちゃやった。レベル上げたいかなさん。みんなもチェックしてね。あ、試験さん、はじめまして。今のうちにね、そうやらないと何か始まっちゃったら遅いから、今のうちにね自分のレベル上げないとね。から明日ね、何も問題なく過ごしてたら明日やろうかな。すごい、32連勝。私2連勝ぐらいしかない。今何だったかな、貧民ぐらいじゃない貧民だった気がする。わかんないけど、自分でやってます全部。自分で出して、いまだに全然上手じゃないけど。いや、熱出たらそれはやめときましょう熱出たらやめとこう。やし、皆さんも私のカードを育成してくれたらとても喜びます。いつかはきっと役に立つと思うので、それまでの準備が早い方が多分いいのかなって思うので、ぜひ一緒に育成してくれたら嬉しいです。サルありがとうございます。私もちょっともっとランキング、自分のランキング上に行けるように頑張んなきゃ。準備大事。あの頃準備しとけよかったって
思っちゃったら嫌だからね。こんばんは。じゃあ明日できたらまたメールか何かで言いますね。できる今からやりますとか何時からやりますっての言いますね。まずは生きてますね。確かにちょっと安静にしておきたいと思います。じゃあそろそろ終わろうかな。そっか、明日普通に土平日じゃん。みんな仕事かもしれないね。あ、同じ方がいる。じゃあランキング読みます。13位、ありがとうございます。12位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。8位、あー変わっちゃった。変わったね。もう一回行こう。13位、ちょっと待ってね、間違えた。怖い、もうこれなんかどっか押しちゃう。ありがとうございます。12位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。8位、ありがとうございます。7位、ありがとうございます。6位、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。1位、ありがとうございます。ありがとうございました。オッケー、とてもとても楽しかったです。じゃあまたまたやるのでまた見に来てください。じゃあ皆さん明日もお仕事などなど学校とか家事とか頑張りましょう。皆さん体調には気をつけてください。じゃあまたね、バイバイ、おやすみなさい。ありがとう、来てくれてありがとう。またね、おやすみ、バイバーイ、ありがとう。ありがとうね、バイバーイ。